デビッド・ウェイ・ニルソンは、オーストラリア連邦クイーンズランド州ブリスベン出身の、元プロ野球選手。中日ドラゴンズでの登録名は、オーストラリア特有の犬にちなんで、リンゴだった。ミルウォーキーブルワーズ時代1987年1月28日に、ミルウォーキーブルワーズと契約。1992年5月18日にメジャーデビュー。 1999年には、野茂秀夫とバッテリーを組んだ。同年は、オーストラリア出身の選手として、初めて MLB オールスターゲームに出場。さらにオーストラリア代表選手として、アイブフインターコンチネンタルカップに出場し、4番打者として MVP を獲得した。10月28日に FA となった。 2000年にシドニーオリンピック出場を条件として、中日ドラゴンズに入団。NPB の球団に入団した選手としては、飛び切りの実績の持ち主であった。開幕戦に5番、左翼で、先発出場をするも、日本の投手に対応できず極度の打撃不振で8月に、退団。保守での出場は7月19日のヤクルト戦の1試合のみ、本塁打も4月7日。 横浜スタジアムのライトスタンド場外に放った一本のみに終わった。2軍では45試合で打率、342、9本塁打という成績を残している。同年にはオーストラリア代表選手としてシドニーオリンピックに出場し、黒木智博から本塁打を放った。指名打者と一塁手で出場し、13安打で打率、565と活躍した。 ちなみに、実況パワフルプロ野球その後、ボストンレッドソックスへの入団が決まっていたが、故障のため契約を保留。2003年に契約を交わしたものの、実際にプレーすることはなく、一旦は引退を表明した。2004年2月9日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ後、アテネオリンピックにオーストラリア代表選手として保守で出場。またしても、 対日本戦で本塁打を打って活躍し勝利に貢献した。準決勝では日本代表を無失点に抑えて勝利しメダル獲得に大きく貢献した。なお日本代表の監督代理を務めた中畑清の後の話によるとニルソンは日本時代の経験を活かして日本野球を研究しており何度やっても勝てると下に見ていたという。10月15日に FA となった。2006年3月に同年から開催されたワールドベースボールクラシックのオーストラリア代表に選出された。2010年からオーストラリアンベースボールリーグのブリスベン・バンリッツで監督を務める。同チームでは後に中日入りするドリューネイラーを指導していた。2018年に行われた野球日本代表対野球オーストラリア代表の 強化試合にコーチとして来日し、18年ぶりに中日時代の本拠地名古屋ドームのベンチに入った。この試合には、自身が監督を務めるブリスベン・バン・ディッツに所属する、オイノミッチェル・ニルソンが、オーストラリア代表に選出され、出場した。2018年6月13日に、欧州野球連盟により、野球オーストラリア代表の監督に就任したことが、発表された。 りんごに関するカテゴリー、ありがとうございます。